将棋将棋の先鋒振り飛車、島飛車、立尺流、島飛車、縦石流、島飛車は、将棋の先鋒の一つ。単に立尺流とも称される。島飛車の一手法。アマチュア競合の立石勝美が考案し、その後に、プロ機械でも指されるようになるという珍しい経緯で、広まったとされる。立尺はこの先鋒の考案により、第31回将棋大賞のマス 構造賞特別賞を受賞している。先手番から見て六八比と島飛車に振り、七五歩、六五歩とくらいを取る。それから飛車が六六比、七六比と移動し、最終的には石田流に落ち着くことが多い。序盤から大駒が大きく働くが、いつでも角交換されるため、それに備えて立尺流側は自陣の金銀が分裂する。それでも一車側の陣形の金銀が一方に、 偏っていることが多いため、拒否者側の人形が整わない隙に、飛車交換に持ち込めば、骨角以上の勝負となる。医者穴熊対策として注目され、多くの不り飛車等の騎士に愛好された。特に、スーパー島美車で知られた小林賢治は、事故の研究を加え、スーパー立社区流と称し、1995年の早指し選手権で優勝を果たすという結果を残した。 一段金のままで駒組みを進めるなど、拒否者側の対策が進んだため、プロ機会では、立社区流が見られることは、次第に稀となっていった。勝美は誤り、立石勝美さんを死の部会を参照。勝又清和は、増田式石田流をもとに考案されたと推測している。立石さん有名騎士に囲まれ大感激。 天初の増田ダ賞2004年4月22日朝日 .com 従来の石田流は三軒飛車から派生し、飛車は七八飛七六飛と移動する。このため立尺流の手順を石田流、第二の流と投票することもある。ありがとうございます。